こんなところでごめんねコーチ。こんなところでごめんね。松永天馬です。小池です。こんなところでごめんね。ごめんね。こんなところでごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめん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 駅。ここ高知県にはごめん駅があるんですね。だからもう私としてはさ、こんなところでごめんねと言い続けてきたわけだから。まあそうだ。こんなところってここのことですよね。どうですか。最近謝りたいことありますか。いや謝りたいことしかないよね。カメラに向かって。いや本当に、奥さん本当に毎日毎日家焼けてすいませんでした。あ、すいませんでしたじゃなくてごめんなさい。ごめんなさい。そうですね。そうですね。本当にもうツアー中で私はファンの皆さんいつも特典会で使用対応でごめんなさいそういう主義なんで。松永天馬です。今日は下でごめんをカウントしていくんであと何回ごめんと言えるかな。確かにね。ごめん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 。はいもう10回いったよ。というわけではい行きましょう。はい行きましょう。行きましょう。はい見てください。ごめんほのぼのマップ。マルシー柳瀬隆。おこの高知県が故郷である柳瀬隆先生ね。そしてそう柳瀬隆先生のこの考えたごめん駅尾くん2秒でつけたネーミングね。2秒だね。どうやらこの駅尾くんがこのごめん駅の中にいるらしいんで駅尾が行ってみましょう。見てください。ほらこれがごめん駅尾くんだ。そしてなんだか意味なく座っているアンパンマンだ。ごめんねアンパンマンちょっと隣に座るね。そして見てください。ほらここ紙碑が詩が書いてある石碑が立ってるわけですね。このごめん駅でごめん柳瀬隆このごめん駅でごめんというですねこの柳瀬隆さんがこの駅のために書いたポエムね。これに曲つけてみようかなと思って。2番もあんじゃん。そうだね。ごめんごめんごめん言いそびれた言葉ごめん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 駅でごめん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 ねごめんね。ここでリズムがちょっと変わるね。ややこしい。ごめんごめんごめん最後の一瞬だけごめんねになるんだね。でもちゃんとやっぱり柳瀬隆さんは作詞もされた方だからこの詞にもちゃんとリズムを考えててちゃんとほら見てこの1234567行目はちゃんと8文字で揃えてるよ。本当だ。基本的に多分文字数はねほぼ合わせてると思うんだよね。なるほど。そういうところに技術がそういうところにやっぱり作詞家としての技術が感じられると思うんですけど。松永天馬です。はいというわけで駅のホームで曲を作るのは私も生まれて初めてなんですけど。私もですよ。ギター取り出しましたね。アコースティックギターを。じゃあこれにちょっとどうしようかな。ちょっと一緒に作曲していきたいんだけどどういうコードつけるかね。ごめん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 駅へ行こうごめん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 駅へ行こう私もあなたもごめん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 駅へ行こう。あちょっと待って思い出せないな。取っとけよかったな。もうほぼできてしまったね。今初めてワンテイク目です。ちょっと今のをちょっと思い出しながらごめん駅へ行こう。大体分かった。こんなところでごめんね。いきますよ。ごめんた言葉、ごめん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 駅でごめん、ごめん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 駅でごめん、ごめんねごめんねごめん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 ねごめんねごめんごめんごめん、大サビ、ごめん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 駅へ行こう、ごめん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 駅へ行こう、もう一回、ごめん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 駅へ行こう、ごめん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 駅へ行こう、こんなところでごめんね、変な話でごめんね。こんなところでごめんね、松永天馬です。小池轟です。はい、それはちょっと静かめに言ったのはやっぱりごめんの気持ちがあるから。大阪にというわけなんですけれども、このごめん駅、先ほどのね、からこう隣町はごめん町駅なんですね。隣町の駅の名前、ごめん町、ごめん駅からごめん町駅、この愛称ありがとう駅。ちなみにこの隣にいる人は。ごめんまちこさんだそうですそんなまちこさんのこのありがとうの詩ってのもやっぱりあるんですね。生き物係もびっくりのありがとう連発です。ございます。本当だよ。ごめん駅があればありがとう駅も欲しい。ごめん駅とごめんまち駅では紛らわしいごめんまち駅の愛称をありがとう駅にすれば響き合う2つの美しい言葉、ごめんごめんありがとうありがとうありがとう駅、柳瀬隆。ありがとうありがとうってもうさ先駆けてんじゃん。そうだね。柳瀬隆に先越されたわ。しかも柳瀬隆は2回じゃ3回言ってるからとどめさせて。私が最近よくありがとうありがとうって言ってるんですけども、もう今回3回言おうか。そうだね。ありがとうありがとうありがとうね、そんな感じでちょっとあっちにも何かあるみたいだから見てみよう。はい、ほら見てください、あそこのもう日に焼けてボロボロになったアンパンマンありがとう駅の先ほどの詩の石碑が立っておりますね。そしてそこに錠剤箱、いわゆる賽銭箱ですね。金入れとけってこと？これは結局謝るんだったらお前金で解決しろよ。変な話でごめんね。そんな感じで、じゃあちょっと最後にこんなところでごめんね。ありがとうありがとう、松永天馬でした。そばにある網、うさぎ仕掛けにして、そばにある網、謎かけは終わりさ。